本日の任務を当該地域の荒神一層に変更する。なお検査中だったアリサは解放に向かいつつあるが、入院のためしばらく前線を離れることになるだろう。最後に、本日をもってジンキおよびその適合者であるリンドウは消息不明、除隊として扱われることになった。以上だ。そんな、まだ腕輪もジンキも見つかってないんですよ。上層部の決定だ。それに腕輪のビーコン、生体信号ともに消失したことが確認された。未確認荒神の活動が活性化している状況で、生きているかもわからない人間を探す余裕はない。ねえ、こんなに早く捜索が打ち切られるなんておかしいわ。襲われた敵も場所も明らかなのに、なんで。いや、ごめん、君に当たっても仕方ないね。少し頭を冷やしてくる。任務には間に合うようにするから。朔也さん、だいぶ参ってるみたいだね。俺、あんたもみんなもよくやったと思ってるよ。でもアリサのやつ、急にどうしちゃったってんだよ。同じ新型なんだしさ、あんたがそばにいてやった方がいいんじゃないかな。俺、朔也さんの様子見に行ってくるよ。おい、聞いたか、第一部隊の林道さんのこと。ああ、また相馬のチームから殉職者が。おいバカ、聞こえるぞ。くそ。せいぜい生き延びるんだ。
解放。逃げせい。まずそうな肉だぞ。ご期待に添えるよう尽力しますね。ここは私が頑張らないとね。こうやって皆さんの助けになれることが本当に嬉しいです。俺だけでも十分だ。行け。遅い！行け！人事解放！
ロードする。襲いついて襲いついて直成功襲いくらえくらえどうだもう敵のオラクル反応が低下し始めました。極めて軽微だ。訓練レベルと言わざるを得ない任務だったな。せいぜい生き延びるんだな。俺がやっとけばいいの？私、やっぱり創作の打ち切りだなんて納得できません。またその話か。上層部の決定だ。覆ることはない。腕はどころか人気だって見つからないなんて。人気使いが任務中に行方不明になった場合、人気が回収されるまで捜索されるのが通例じゃないですか。もうあいつが姿を消してから1週間以上になるんだな。生存の確率は限りなくゼロに近い。ましてや深手を追っていては。でも椿さん、リンドウ。
幼い君がさぞかし自分の無力さを呪ったことを、その苦しみに打ち勝てば君は親の仇を討つための力を得るのだ。そうだ、戦え、打ち勝て。こいつらが君たちの敵、荒神だよ。荒神？そうだよ、怖い怖い荒神だ。そして最後にこいつが君のパパとママを食べちゃった荒神だ。パパ、ママ。でももう君は戦えるだろう。簡単なことさ、こいつに向かって引き金を引けばいいんだよ。引き金を引く。そうさ、こう唱えて引き金を引くんだ。アジン・ルーバートリー。アジン・ルーバートリー。そうだよ、そう唱えるだけで君は強い子になれるんだ。アジン・ルーバートリー。気持ちが流れてきて、まさかあなたの方にも。あの日のことずっと忘れてたはずだった。パパとママを少し困らせてやろうって、かくれんぼのつもりで近くの建物の中に隠れてたんです。もういいかい、だよって。そしたら突然、荒神だ、荒神が来たぞって叫び声に変わって、早く出て行けばよかったのに、私怖くて動けなくて、パパとママが私を探しに来たけど、うなり声が聞こえて、目の前でパパとママが、私がもっと早く気づいて逃げてれば、二人も私のせいで。だから私が新型の人気使いの候補だって聞かされた時は、これでパパとママの敵が撃てるって思ったんです。そう、二人を殺したあの荒神を。ごめんなさい、自分でもわからないの。ありがとう、この前もこうして手を握ってくれてたの、あなただったんですね。温かい気持ちが流れ込んでくるの分かったから。